子供も一緒に過ごしやすく、はい、いろいろなところに遊びに行かせていただきました。結構公園好きなので、子供が大きい公園もたくさんあるので、そういうところ行って一緒にすごい長い滑り台滑ったりとか、まあ、伊豆の方にもちょっと置いたりして、はい、シャボテン公園行ったりだとか、結構満喫させてもらってます。でも、まあ、僕が来て一番感じたのは、やっぱり若い選手がたくさんいるので、フレッシュな印象はかなり受けました。で、僕今年で30になるんですけど、もう僕の年でも上から3番目になるので、まあ、本当は中堅なんですけど、ベテランみたいな感じの立ち位置になるので、すごい新鮮な気持ちがあります。まあ、同い年が今僕含めて3人いて、あの菅井と僕が結構います。杉崎選手が双子の資金があったということで、結構子育てについて話したりしてますし、もう子供を持ってるっていう意味、あのところでは、染さんとかすごいアドバイスいただいたり、仲良くさせていただいてます。昨年も試合に出続けていて、やっぱリーダーシップのあるチームを引っ張っていけるような選手であると思うので、とても信頼しています。まあ、若い時から結構身体能力は高い方だったので、まあ、そこも活かしつつ、やっぱりセービング、ゴール、シュートを止める技術だったり、やっぱ年を重ねるにつれて、まあ、味方へのコーチングでやっぱりゲームをコントロールするっていう部分は、まあ、僕の強みになってきてるのかなというふうに感じます。まあ、ゴールキーパーなので、まあ、あまり活躍はしない方がいいのかというふうに思うんですけど、やっぱり、まあ、最終的に勝って喜んでる姿を、はい、皆さんに見ていただければと思います。僕個人の技術の向上はもちろんですけど、やっぱり新しいチームに入ってきて僕新加入なので、まあ、味方の特徴を捉えたりだとか、やっぱりコミュニケーションを多く取って、ゲームをコントロールできるように、なるべく早くこの、まあ、公式戦の方に生かしていけるようなコミュニケーションを取りながら練習に取り組みます。今思えばやってみても良かったかなというふうには思うんですけど、当時はその同じと同じ道は嫌だっていう、なんかひねくれ感情を持っていたので、同じ道には進まないっていうふうに、ずっとサッカーでやっていきたいなっていうふうに思ってましたね。セリフがなかったので、でもちょうど去年ですかね、熊本の方にいた時に再放送がやってて、で僕が出てる回がちょうどやっていて、でそれも動画に収めて子供に見せて、これパパちっちゃい時だよっていうふうには、やっぱり長いキャリアをその芸能界というところでずっと走り続けてきていて、今もやっぱ現役でやっているので、そういう部分もやっぱりすごいなというふうに思います。高校時代の木場コーチに、カターレ富山が J2 の時に、そちらの練習参加の方に呼んでいただいて、でそこでなんとなく自分で通用するかなっていうふうに感じて、やっぱ保険はかけたくなかったので、もうその時点で泣いていただいた会社の方には、もう一度プロを目指させていただくんですみませんということで、お断り入れて、でもそこからもうプロで勝負しようというふうに決めたので、そこからですね、はい、ちっちゃい時から赤が好きで、でもキーパーユニフォームが赤だと喜んでいたんですけど、その熊本入った時、まあ、名古屋もそうなんですけど、キーパー赤がなかったので、久しぶりに赤着れるということで気に入ってます。サッカーのこともプライベートなことも話しますけど、まあ、いい刺激お互い与えながらやってます。はい、試合に出続けて、まあ、リーグ最初の失点で、はい、優勝できれば一番いいんじゃないかなと。まあ、今シーズン、新しい選手がたくさん加入して、まあ、新しいチームで、優勝を目指して、でその中で僕もチームの力となれるように、精一杯頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。全力アスル。